卓球は球技の一種である。ピンポンとも言う。競技者は卓球台を挟んで向かい合い、セルロイド製かプラスチック製のボールをラケットで打ち合って得点を競う。卓球はジュドポームなどの古代のテニスゲームをもとに19世紀後半にイギリスで考案された。考案者についてははっきりとわかっていないが、 ジェームズ・デボンシャーが1885年に特許を申請していることが分かっている。1887年、著名なゲーム用品スポーツ用品メーカーであるジャック・オブ・ロンドンが五島という名前でこれを発売した。最初の製品は商業的成功には至らなかったが、1900年頃、ボールをコルク製からセルロイド製に改良したところ、適度な弾性力が得られるようになり、 ゲーム性が増した。ジャック・オブ・ロンドンがセルロイド製ボールを打つ時の音に基づいてピンポンと命名して売り出すとすぐに一般に普及した。日本で最初にピンポンをした場所にある石踏み日本には1902年に東京高等師範学校教授の坪井玄道がフランスから用具意識を日本に持ち込んで普及を始めたことを契機に広まった。山田耕作の著作によると 1886年生まれの工作が15歳の時に岡山で卓球をしたという記録がある。1929年7月12日、日本卓球会が創立された。国際卓球連盟は1926年に誕生した。同年、ロンドンで最初の世界選手権が開催された。卓球台の上面は長さ2.74メートル。 1> 幅1.525メートルの長方形で、地面より60センチメートルの高さに水平に位置する。台の長辺に垂直に張られたネットによって、台は2つのコートに等分される。ネットは、台から15.25センチメートルの高さにつられ、台の両端に取り付けられたサポートによって支えられる。ボールは直径40ミリメートルのプラスチック製で、白色で無光沢のもの。 ラケットやユニフォームの規定については、用具の不を参照。スコアボード1試合は2001年9月1日より、各ゲーム11点選手の7ゲーム制、5ゲーム制、または3ゲーム制で行われる。10対10になった時は先に2点差をつけた方が1ゲーム選手となる。基本的には、シングルスと同じルールで行われるが、いくつかの条件が加わる。 世界卓球選手権や全日本卓球選手権などでは男子二人または女子二人のペアで行われる通常のダブルスに加えて男子一人女子一人ずつのペアで行う混合ダブルスが行われている。団体戦は場合により様々な方式が取られている。世界卓球選手権などでは双方のチームが三人の選手でシングルスにより最大五回対戦し、 先に参照した側が勝ちとなる方式が採用されている。北京オリンピックの団体戦では3人の選手で4、シングルス、1ダブルスを戦う方式が採用された。日本国内では日本卓球リーグをはじめとして4人の選手による4、シングル1ダブルス方式が多い。この場合、同じ選手がシングルスとダブルスの両方に出ることができる。 大会によっては6シングル1ダブルスや3シングル2ダブルスなどの方式もある。さらに、ローカル大会になると2シングル1ダブルスやダブルスだけの団体戦や男女混成の団体戦もあり、多彩な方式で行われている。1900年代頃に欧州でゴム製のラバーが開発され、主流となったが、それほど強い打球が打てなかったことやネットの高さが高かったこともあり。 守りに徹した方が有利であった期間が長く続き、1936年に行われた第10回世界卓球選手権では移転、取るのに2時間以上もかかった試合の記録が残っている。1937年、日本初の国際試合が行われ、ハンガリーの元世界チャンピオンと対戦し、その際日本選手は初めてラバーに接した。当時、 日本選手のラケットには何も貼っていない状態でありながらも好成績を収めた。その頃、男子アメリカチームによって指を使い様々な回転を生み出すサービス、フィンガースピンサービスが開発され、1937年に行われた第11回世界卓球選手権にて初めて強い回転をかけたプレーが持ち込まれた。これを駆使したアメリカチームは好成績を収めたが、 その反面強い回転に慣れていない対戦相手は、レシーブミスを連発し、ラリーが続かない展開となった。ラリーが長すぎる、一方では、短すぎると両極端な展開で観客が退屈と感じる、試合が続出したことから、国際卓球連盟は、ルールの改正を行い、ネットの高さを引き下げ、試合時間の制限、指を使い、ボールに、 様々な回転を与えるサービスの禁止を決定。その影響で再び守備型が有利な状況となり、1940年代から1950年代初頭までは欧州の選手によるカット主戦型が全盛であった。この状況が変化する天気は第二次世界大戦後、1950年代に日本が新しい用具を続々と開発し、 実践に使用され結果を出したことである。まずは従来のラバーを裏返しにして貼る、裏ラバーが使われるようになった。これは従来のラバーと比較して、ボールとの接触面積が広いため摩擦が大きく、強い回転をかけやすくなり、それを大きく生かした攻撃を行うことが可能となった。さらに、太平洋戦争時に航空機燃料タンク防弾用など、 軍事用に用いられていた独立気泡スポンジが卓球の用具として使われるようになる。これは反発力が強く、従来のラバーと比べて打力が飛躍的に向上した。それをラケットの打球面に貼り付けたスポンジラバー、裏ラバーとスポンジを貼り合わせた裏ソフトラバーや1枚ラバーとスポンジを貼り合わせた表ソフトラバーが開発された。また、表ソフトの粒を発展させた。 つぶだがらーも開発された。それらの特徴を大きく生かしたスマッシュ攻撃を武器に、1952年の第19回世界卓球選手権で日本は大会初参加ながら女子団体、男子シングルス、男子ダブルス、女子ダブルスの4種目で優勝と黄金時代の唇を切り、1950年代の世界選手権において日本選手が 各種目にて優勝者を多数排出した。しかし1959年に国際卓球連盟は用具の制限に乗り出した。スポンジのみの使用は禁止され、スポンジラバーは消滅した。その他のラバーについても厚みが 4mm までに制限された。2000年からボールの直径は 38mm から 40mm になった。これによってボールの空気抵抗が増し、 従来よりもラリーが続くようになった。しかしその一方で回転がかけにくくなり、またラバーが回転の影響を受けにくくなったために、カット型や前陣速攻型のような線形は苦戦している。2001年には、従来の21点制から11点制に変更され、サービスも5本ずつの交代から2本ずつの交代に変更された。2002年には、 サービス時にボールを隠す行為が完全に禁止された。2007年9月から日本国内での主要大会において有機溶剤性接着剤の使用が禁止された。2008年9月から全面的に有機溶剤性接着剤の使用が禁止され、その1ヶ月後に補助剤を用いた後加工が禁止された。また、アンチ加工された粒高ラバーの使用も禁止された。 2014年からボールの直径は 40mm のままでセルロイドボールからプラスチックボールが登場し2015年からは主要な国際大会においても使用された。卓球に使用するラケットは主に木材から作られた板とゴム製のラバートから構成される。ラケット、ラバートもに様々な種類、特徴を持った製品が存在しており、 選手はそれらの中から自分に合う用具を選択することができる。ラケットには、レジャー向けに低価格で販売されているラバー付きラケット、競技レベルで用いられる市販製品ラケット、自分の好みでカスタマイズできる特注ラケットがある。日本国内の公式試合に使用するラケットは、見える場所にメーカー名、日本卓球協会の公認の表示が義務付けられている。 国際卓球連盟の規定で材質はグリップ以外が85%以上が天然抜きで平ら、硬質であることになっており大きさは決められていないが大きくなるほど重たさや空気の抵抗で不利である種類卓球が他のラケット球技と異なるのは握り方の異なるシェイクハンドペンホルダーと大きく分けて2種類のタイプが存在することである伝統的には ヨーロッパ出身の選手はほとんどがシェイクハンドを使用し、一方アジアではペンホルダーが主流であったが、1990年代以降、アジア各国においてもシェイクを使用する選手の割合が増加し、ペンホルダーを上回る状況になってきている。それでも、片面のみにラバーを貼るペンホルダーはシェイクと比べ軽いため、女子選手やフットワークに自信のある選手が選択するケースが多かったが、 現在では、フォアハンドとバックハンドの両面で攻防することが必要とされるため、シェイクハンドを選択する選手が多くなっている。しかし、中国式、ペンホルダーを使った両ハンド攻撃を得意とする選手が世界ランク上位に名を連ねたりすることもあり、一概にどちらが技術的に優位であるかを結論づけることはできない。ブレードラケットの内板の部分のみをブレードと呼ぶ。 一般的に卓球のラケットは、ラバーが重視されて、ブレードが無視される傾向にあるが、実際は逆で、ラバーよりもブレードの方が最も重要である。トップ選手などの競技レベルでは寸分狂わない、ボールタッチや、ボールコントロールなどが要求されるので、ブレードの吸湿性や特性などが、打球感や弾性に少なからずの影響を与えるからで、ある。そのため、 ラケットの保管には最新の注意を払う必要があり、ラケットを保管する、ラケットケースが各メーカーから発売されている。ブレードの特性は、反発力は弾を打った時のスピードを、合成は打った時の感覚を、それぞれ表している。一般的に合成が高いイコール硬いラケットは、反発力が高く、弾離れが速くなり、スピードのある打球を可能にする。逆に、 剛性が低いイコール柔らかいラケットは、打球の衝撃を吸収しやすく反発力が抑えられる、ため、コントロールがしやすい。また、ブレード圧が厚いと板の剛性が高くなり、弾みやすくなるが球離れが速くなりやすく、ブレードが薄いと板がしなるので、弾みにくくなるが回転がかけやすくなる。打球音については、ラケットの性能よりも、 使用される材質によって左右される部分が大きい。表記はまちまちだが、各メーカーは、ラケットの特性を順序付けて表記している。海外では主にオフ、オール、デフで表記されており、各項目ごとに弾むのは、弾まないものはで表記されることが多い。日本国内では、海外での表記に順じて、ファースト、ミッドファースト、ミッド、ミッドスロー、スローで表記されている。 最も硬いものはオフないしファースト、最も柔らかいものはデフないしスローである。短板と合板ラケットは主に木材を原料としており、一枚の板からなると短板と複数枚の板を貼り合わせて作られる合板とに区別できる。短板ラケットは主に一枚のヒノキ板から作られるのに対し、合板ラケットでは異なる特性の板材を組み合わせることによって作られる。 ブレードの木材については材質によって使用用途が異なるが、使用する木材や製造工程、保管方法によってもラケットの特性は左右される。使用される木材については、短板では、ヒノキやカツラが主に使用される。後半では、和材や溶材など多種多様だが、中芯には霧、バルサ材、柳、シナ材、アバシ、アユース、 サンバなどの比重が軽量な木材が使われ、天津はパイン、アネグレ、スプルース、染色剤などが使われ、揚げ板はリンバ、コト、ウォルナト、ヒノキ、アユース、染色剤が主に使用されるが、近年では黒炭、シタン、ウエンジ剤、ブラッドウッド、ホワイトアッシュなどのハードウッドが揚げ板に用いられている。合板の中芯に使われているは、軽量なので、 セルロイドボール時代では打球が軽くなるという致命的な欠点を抱えていた。特に霧はタンスなどに使用されてきた木材なので湿気を吸ってしまうので打球感や弾性が狂いやすい特性があった。しかしプラスチック製ボールが登場したことで状況は一変。ボールの材質が変わったことで打球感も変わったのである。霧は 材質特有の玉を掴む感覚と扱いやすさに加えて高い弾性を有しているため、板厚が多少厚くてもプラスチックボールでは9位が出せるため、湿気の問題点を除けばほとんど欠点が解消されており、バルサ材も9位の軽さはボールの材質でほぼ解消しており、プラスチックボール時代では回転量を残すための選択肢としての使い方がある。 特殊素材カーボンを使ったラケットのイメージラケットは、素材の15%以内なキー以外の材料を使用することが認められており、炭素繊維、アリレート、ケブラー、ガラス繊維、チタン、ザイロンなどの特殊素材を使用したラケットも使われている。蒸気の素材のほか、カーボンファイバーとアリレートを合わせたアリレートカーボンや、ZLC と称されるザイロンとカーボンを合わせたもの、ケブラーと、 カーボンが使われたケブラーカーボンやテキサリウム、シルバーカーボン、バサルトファイバー、テキストリームなど、多種多様の特殊素材がある。特殊素材を配置することで、純気ラケットよりも弾みが高くなるだけでなく、ラケットのスイートスポットが広くなって均一な弾みを実現する。しかし、特殊素材を用いることにより、木材本来の打球感とは異なる。打球感になり、 弾みの緩急がつけにくいという端緒も抱えている。配置パターンは、上げ板と点心の間に配置するアウター、中心と点心の間に配置するインナーがあり、アウターは、弾みと玉離れが高くなり、インナーは木材よりの打球感になる。木材の加熱処理量、ハンドスタイルが確立された現代卓球では、ラバーの重量化に伴いラケットも軽いものが求められ、ノングルー以降は、 ラバーだけでなくラケットの反発力が求められてきた。また、木製であるためラケットは湿気に弱い。さらに、メーカー側も、卓球ラケットには適していなかった切り材を、有効利用とコストダウンを兼ねて模索していた。このような問題を解決するため、木材を手軽に乾燥させる製造方法が確立された。これは、木材の沸点よりも低い温度で、 加熱処理することで木材に含有されている水分を取り除き、軽量化と吸湿性の低減をするものである。この方法で製造されたラケットは、均一的な弾みに加えて、5枚合板でありながら、特殊素材を用いなくても従来より高い剛性と反発力を得ることが可能となった。2010年頃より登場した新しいタイプのラケットがこれに当たる。しかしながら、 この方法は木材に物理的な加工を施すために木材本来の玉を掴む感覚を失うこと、切り材などの軽量材では球位が落ちるといった欠点を持つが、後者についてはプラスチックボールであれば球位を補うことは可能である。卓球のラバーはゴム製のシートとスポンジを接着剤で貼り合わせたものである。シートの部分でボールを打球する。以下の説明の規定については、 国際卓球連盟の規則に従って記述している。ラバーの色は明るい赤と黒のみが認められている。ラバーを貼った面の反対側の面には異なる。色のラバーを貼るか、異なる色に着色しなければならない。これは、異なる性質の同色ラバーを、それぞれの面に貼った場合に、相手選手が見分けられなくなるためである。厚さについては、ラバーシートの厚さは2ミリメートルまで、 ラバーシートとスポンジの合計の厚さは 4mm までと定められている。また粒の形状に関しても規定が詳細に定められている。ラバーの表面が粘着性のラバーなどのたくさんの種類が存在する。2008年以降発売の新製品ラバーには国際卓球連盟の公認の表示、メーカー番号と登録番号が円で囲まれた形で表示されているものが多い。 国際大会等の公式大会では、国際卓球連盟の公認ラバーリストに掲載されているラバーに限り使用が認められている。日本国内での公式大会においては、2006年4月以降より、日本卓球協会の公認の表示がないラバーでも、国際卓球連盟の公認ラバーリストに掲載されているラバーであれば使用が認められるようになった。 それ以前の日本国内での公式大会では、見える場所に、メーカー名、イテファマーク、ジャタマークが義務付けられていた。なお、中国のメーカーからは、ラバーの後加工禁止ルール対策として、製造段階で、ラバーのスポンジ面に補助剤グルーを塗布した、イダテイラバーが発売されており、ノングルーノンブースターラバーを、ミダテイとして区別している。ミ立てについては、工術の公認接着剤の、 規定違反に触れず、いだてについても、国際卓球連盟の公認ラバーリストに掲載されているラバーであれば公式大会での使用が可能である。裏ソフトラバーシートの平らな面を外向きにして、スポンジと貼り合わせたラバー。ボールとの接触面積が大きくなるため、ボールに回転をかけやすい。現在最もよく使われている。表ソフトラバーシートの粒の面を外向きにして、 スポンジと貼り合わせたラバー。構造上、スポンジに食い込みにくいため、裏ソフトよりも柔らかいスポンジが採用されている。また、従来のラバーよりも高断性であることを売りにした、テンション系表ソフトラバーが登場しており、近年は裏ソフトラバーと同様に気泡の大きい、スポンジを採用した、回転系テンション系表ソフトラバーが登場している。 ボールとの接触面積が小さいため玉離れが早くなり、裏ソフトより相手の打ったボールの回転の影響を受けにくいとされるが、回転がかけにくく、回転系の小技がやりにくい。シートの粒形状や特性により回転系、スピード系、変化系に分類され、粒配列は縦目と横目のパターンがある。基本的に、 前人速攻型の選手やカット主戦型の選手が用いる場合が多いが近年ではラケット両面に裏ソフトラバーを貼ったドライブ主戦型が全盛となっている影響もありラバーの開発はされているものの裏ソフトラバーよりも種類が圧倒的に少ないのが現状であるなお、工術のラージボールではルールによりこの形状のラバーの未使用が認められている 粒高ラバースポンジありの粒高ラバーと、スポンジなしの粒高一枚ラバーの総称。イボ高とも呼ばれるが、イボという五感を避け、粒高ラバーと称されることが多い。従来のラバーよりも高弾性であることを売りにした、テンション系粒高ラバーも登場している。表ソフトラバーよりも粒が、さらに高く、水平面が薄いシートの形状で、粒配列は横に並んでいる。横目のものが、 圧倒的に多く粒が柔らかいほど変化をつけやすい。布目の有無によっても変化量が異なる。スポンジありのものでもスポンジが非常に薄いので弾みが弱く表ソフトラバーとは異なる弾道になる。表ソフト以上に自分で回転を与えるのは難しいが相手の回転の影響も受けにくい。そのため相手の回転を利用したり、 そのまま残して返球することが可能という特性もある。打った時に粒がボールを引くため、普通に打球するとあまり回転がかからないか、打たれた打球の回転が弱く残る場合が多い。ただし、実際は自分の打法と相手の打球の質にも左右されるため、扱う側も予測しなかった回転や変化が出ることもある。逆回転で返すことも可能。ドライブも可能である。 かつてはシート表面にアンチ加工されたアンチツブダカラバーが存在していたが、現在では禁止されたことにより、以前と比べてツブダカラバーの性能は相対的に低下しており、プラスチック製ボールの移行後はさらに性能低下が顕著となっている。主にカット型や全人講種型の選手が変化をつけるためにモチーフが反転型のラケットに貼って使用する場合もある。 線形によっては用途が異なり一般的にカットの回転量と変化量を求めるカット型では粒が高くて細いものがブロックでの変化量とスピン反転能力を求めるペン粒などの守備型では粒が低くて細いものがミドルが弱く粒高にも攻撃力が求められるシェイク全人工種型ではそれらの中間くらいのものが選ばれる傾向にある一枚 ラバー表ソフトラバーからスポンジを除いたもの。第二次世界大戦以前はこのラバーしかなかった。あまり弾まず回転をかけにくいラバーだが、安定した打球を打てるという利点はある。現在このラバーを用いる選手は非常に少ない。かつてはこの形態を裏返したラバーも存在したが、現在ルールによって禁止されている。アンチラバー見た目は普通の裏ソフトだが、 摩擦が極端に少なく回転がかかりにくい。同色の裏ソフトと組み合わせ、ラバーの外観の掃除と性質の差を利用し、反転させて、相手に打球の変化を分かりづらくさせるスタイルで、主に使用されていた。1983年のルール改正により、両面同色ラバー使用が禁止されてからは使用者が激減した。コントロール性を高めるため、 柔らかいスポンジが使われていることも多いが、メーカーによっては折れないほどの硬いスポンジとシートで構成されているものもある。一般的な卓球では直径 40mm、重さ 2.7g。ラージボール卓球では直径 44mm、重さ2.2から 2.4g である。色は白と大色とがある。公式卓球ではどちらを使用しても良いが、 ラージボールでは、橙々色のみである。周囲環境、ユニフォームの色、卓球台の色によって見づらい場合は、どちらかの色を選ぶことができる大会もある。完全な休憩を精度よく大量に作ることは、技術上、難しいため、同じ製造工程で作られた球に対し、どの程度休憩に近いかでグレード付けされている。最も高いものはサンスターと呼ばれ、 最低ランクの無印まで4段階に分けられる。グレード分けは、ボールを半路に転がした時のズレの大きさで決まる。完全な球ならば、半路をまっすぐ下り、歪みが大きいほどズレが大きくなる。通常、大会では3スターが使われる。多球技と異なり、一つの大会の公式球に、複数のメーカーが選ばれる例もあった。ラケットとボール。左から 40mm。 44mm、54mm 44 54、mm、である。従来、公式卓球の試合では直径 38mm のボールが使われていたが、ルール変更によって直径 40mm になった。直径が変わったことによる変化は、空気抵抗が大きくなった影響で飛びにくくなったこと、ナックルの変化が小さくなったこと、それによってラリーが続きやすいこと、 回転がかけにくくなったことなどが挙げられる。素材もかつてはセルロイドが主流だったが2010年代に非セルロイドの材質のものに移行した。セルロイド製のボールは火災の危険性が高く航空機への持ち込みを断られた例もあったため IOC が ITTF に材質変更を求めたとも言われる。ITTF による変更理由としては セルロイドは燃えやすく太陽光などにより劣化し、耐久性に乏しいこと、良質のセルロイドの入手が難しくなっていること、プラスチック素材の方が回転が少なく、弾みを抑えることができラリー戦が続くなどの理由があったとされる。2014年からは直径 40mm のプラスチックボールが登場した。プラスチックに材質が変わったことで、打球感が変わった。 シボがつけられなくなったことで回転量が相対的に低下した打球時の初速が速くなったなどの変化が挙げられる。それに加えてシームレスボールでは弾みのばらつきが減少したことで打球が安定しやすいという特徴がある。一方でプラスチックボールはメーカーによって性能のばらつきが激しく壊れやすいという指摘もある。セルロイドの公式球は 製造に半年かかり、セルロイドを練り上げて、板状にするのに3ヶ月、丸く型抜きしてアルコール付けで、半月、自然乾燥に、半月、半球体にするのに半月、一つの球体にして、表面を研磨するのに、半月、乾燥、マークをし、構想という工程を経て完成する。ラケットが卓球台に当たった時に、ラケットが破損しないためにつける。 ラケットのみを覆うように貼る人や、使用しているラバーのスポンジ部分まで覆うように貼る人もいる。一般的に幅は 6mm、8mm、10mm、12mm がある。金属製のサイドテープもあり、ラケットの重量、重心を調節することができる。ラバーとラケットを接着するために使用する。現在使用が認められているのは、水溶性接着剤、接着シート、 固形接着剤である。かつてはゴムを有機溶剤で溶いた接着剤が広く使用されていたが、有機溶剤が人体に有害であるという理由から、有機溶剤を含む接着剤の使用は、日本国内の小学生の大会で2007年4月1日より使用が禁止されたのを皮切りに、2007年9月1日以降は、日本国内の大会で禁止された。 国際大会では2008年9月1日より禁止となった。現在、日本国内においては、日本卓球協会公認の接着剤の使用が認められている。しかし、2009年現在においても、国際卓球連盟に公認された接着剤はない。これは、塗った接着剤とラバーにわずかに含まれている残留溶剤が反応する恐れがあるためであり、 たとえ使用が認められている接着剤を用いたとしても試合後のラケット検査で残留溶剤が検出された場合は失格となる。よってこれを未然に防ぐためにラバーのパッケージを開けてから72時間放置した後公認の接着剤を使用してラケットに貼ることが推奨されている。スピードグルーラバーとラケットを接着するための有機溶剤製接着剤の一つ。 一般の接着剤よりも有機溶剤を多く含んでおり、ラバーに塗るとスポンジの中で揮発してスポンジが膨張する。この状態でラバーをラケットに貼るとスポンジの膨張分だけシート面が横に引っ張られるため常にゴムに負荷がかかった状態となる。反発力と摩擦力が高くなり金属音と呼ばれる高い打球音になる。スポンジが柔らかくなるため シートが少し硬くなっても全体としては柔らかくなる。ただし常にゴムに負荷がかかっているため一般の接着剤を使用した時よりもラバーの劣化が早い。グルー効果を最初に発見したのはハンガリーのティボー・クランパと言われている。日本では1980年前半に元日本チャンピオンだった渡辺武宏がベルギー製のグルーを持ち帰って使用したのが 最初であった。その後、スピードグルーが開発されて、以降は、世界的にグルーは普及し、主に攻撃型の選手に広く普及していった。それを問題視したのが当時国際卓球連盟の会長を務めていた、小木村一郎であった。小木村は、卓球の普及という観点でのボールスピードの原則、スポーツ精神という観点での用具のドーピングは、好ましくないこと、スピードグルーに、 トルインが含まれているものが多く人体に有害でシンナー遊びと同様の卓球以外の不適切な用途に使用されて社会問題化した歴史があったことなどからスピードグルーの禁止を提案したが小木村の死去により一旦は白紙の状態となったこれらの諸問題からスピードグルーのトルイン規制に乗り出したことでトルインに代わってヘプタウンが主成分となり 男性と回転量が低下。男性と回転量低下を補うために、スピードグルーの重ね塗りや蒸らしといった方法が確立されて、いたちごっこの状態が長らく続いたのである。しかし、スピードグルーは、卓球用途での使用時においても、アナフィラキシーショックによる事故があり、これら健康上の問題が議論されたことや、揮発性が高く輸送の面においても危険性を伴っていたため、 スピードグルーの使用禁止に至っている。スピードグルーの使用禁止は当初2007年9月1日に施行される予定であったが翌年に北京五輪を控えたこともあり最終的には北京五輪終了後の2008年9月1日に施行されることとなった。補助剤前日の通り有機溶剤を含む接着剤の使用が禁止されたことで 毒性のない水溶性接着剤が普及したが、スピードグルー禁止を見越して、ブースターとも呼ばれる、接着力のない補助剤や、水溶性グルーが卓球用品メーカーから発表されるようになった。スピードグルー同様、補助剤を使用した状態の方が、未使用の状態よりも、弾性と回転量に優れ、有機溶剤を含まず鉱物を主成分としているので、 取り扱いが比較的容易で効果が持続しやすいといったメリットがある。一方で、揮発性が低いのでラバーを剥がしての塗り直しが効かない、スピードグルーのような鋭いレスポンスを補えない、塗ることによって重量が重くなるといったデメリットがあった。しかし、国際卓球連盟は補助剤を塗る行為がラバーを加工、改造する行為であり、用具のドーピングに当たるとして、 国際卓球連盟は、ルール改正を行い2008年10月1日以降、5カ国の禁止というルールを付け加えた。これは、事実上補助罪の使用禁止となるものであった。これを受けて、日本卓球協会は、国際卓球連盟のルール改定通知に基づき、2008年10月1日以降に開催されるすべての大会において、 ブースター等の接着補助剤やスピード補助剤についても使用禁止すると発表した。これを受けて対象の接着補助剤やスピード補助剤の販売を行っている卓球用品メーカーは2008年9月末をもって販売中止することを発表した。このようにスピードグルー禁止からわずか1ヶ月で補助剤も禁止されたためグルーや補助剤を発売してきたメーカーは 多くの在庫を抱えるようになり、経営を圧迫する要因にもなった。その直後のヨーロッパ卓球選手権では、ラケット検査が新ルールに対応できなかったことから、従来通り補助剤を使用する選手もいる状況になっていた。青い卓球台卓球台は経年による反り返りを防ぐために3層構造になっており、真ん中の層には細長い板が、フローリング床のように横の継ぎ目をずらして、 配置されている。卓球台は1980年代まで緑色をしていたが、当時の国際卓球連盟会長であった小木村一郎の発案により、卓球のイメージチェンジを図って、現在の青色の卓球台を製作。1991年に千葉市で開催された第41回世界卓球選手権と、翌1992年のバルセロナオリンピックにこの、 青色の卓球台が使われたことから世界中に広まり現在に至る。卓球台が青に変わったのは番組でタモリが小田哲郎にあれってネクラだよねと発言したことで翌年の中学生の卓球部の部員が激減したことがきっかけである。卓球のユニフォームは上が襟付けでポロシャツに類似した形状のものや T シャツ状のもの、下は ハーフパンツスカートが基本である。日本国内の公式試合で使用が認められるのは日本卓球協会の公認品のみでその表示が義務付けられている。非公認品や打球したボールが見えにくくなるなど試合の妨げとなるデザインがされているものは使用不可である。事前の確認が必要であるが個人がデザインしたユニフォームも前述の要件を満たせば使用可能である。 2007年1月に行われた全日本卓球選手権では四つ本直美選手がワンショルダーとミニスカートという斬新なユニフォームで試合に出場し注目を集めた。かつてのユニフォームは単色のポロシャツ形状のものが多かったが近年はテニスやバドミントンと似た素材デザインで軽く撥水性が向上したものが多い。ショーツは股下が短いものが多く 女性に不評であったが、近年では男性用でも太ももにかかるくらいのものが増えている。また、アンダーシャツやスパッツの着用も認められている。シューズに関しては、公認に関する規定がないので、体育館シューズとして作られたものなら何を履いても良い。主に、フォアハンドとバックハンドに大きく分類されるが、これに加えて、台上で球を処理する台上技術があるのが、 卓球の特徴の一つである。従来まではフォアハンド主体が前世紀であったが、スピードグルーのトレーン規制、4 0ト、mm、ルボールの登場、スピードグルーの禁止等による度重なるルール変更で打球スピードが低下しており、打球スピードの低下を打球点の速さで補うことで、ラリーのスピードが全体的に速くなっており、それに伴って、 バックハンドの使用比率も高くなっている。フォアハンドは、利き手側から打つ打方で、スイングが大きいので威力のある打球が可能であるが、速い打球点でボールを捉えにくく、カウンターを受けた、際のリスクが大きい。一方、バックハンドは、利き手とは逆側から打つ打方で、スイングが小さいので、フォアハンドと比べて、打球の威力が出しにくいが、 フォアハンドと比べて速い打球点で打球できるので、相手が打球してから返球して、相手に到達するまでの時間が、フォアハンドよりも短くなるため、速いラリー展開に持ち込む場合に有効である。ペンホルダー前世時代には、利き手の逆足を前に出して、打つのが基本であったが、シェイクハンドが普及し、両ハンド打法が求められるようになると、利き手の逆足を前に出して打つ打法では、 ストライクゾーンは広いものの、打球点が遅く、バックハンドが振りにくく、切り替えがやりにくい上に、フォアハンドのクロスとストレートの打ち分けが難しくなっていた。現在では、両足を平行にして、フォアハンドとバックハンドを打ち、フォアハンドでクロスに打ったりバックハンドを振りやすくするために都度、利き手側の足を前に出して打つのが、デファクトスタンダードとなっている。 卓球ではサービスからラリーが始まる。攻撃の起点としてゲームを組み立てるのでトップ選手になるとレッドによるサービスのやり直しを利用して打球ミスしたサービスをレッドで逃げることで無駄な失点を防いだり相手のレシーブタイミングを外したり相手のペースを乱すなどの目的で高度なサービス戦術を取る選手が多い。サービスではフォアサービスとバックサービスに大きく分類され それぞれショートサービスとロングサービスがある。講義でのショートサービスは、相手コート上で2バウンド以上する軌道となるサービスのことを指し、ロングサービスは、相手コート上で1バウンドして卓球台の外へ出る軌道のサービスのことを指す。また、卓球においてサービスでは、回転が非常に重要であり、主に縦回転、横回転、無回転に対別され、 さらに斜め回転やジャイロ回転のようなバリエーションが存在している。ただし、斜め回転は、ラケットの角度や向き、サービスモーションなどで、縦横の比率を変えることが可能であるため、同じ回転であっても縦横の比率や回転量、スピードなどによって変化量も異なる。ハンドハイドサービス、ボディハイドサービスが完全に禁止された2002年以降は、 相手にサービスが見抜かれやすくなったことで、高度なサービス技術が発達した。代表的なものは、フェイクモーション、打球前後のラケットを隠す行為、フォロースルー、バーティカルサービス等である。サービスでの打球前、打球後において、相手を幻惑させることができる、サービス技術の一種である。通常のサービスでは、サービスの回転パターンが見抜かれやすいため、 競技レベルになると、サービス時にフェイクを入れるフェイクモーションが用いられる。また、サービスを打った直後のフォロースルーでは、肘を上げたり、ラケットのスイング軌道とは異なる動きを入れたり、肘を上げて、ラケットの向きを変えたり、ラケットを隠す等の行為をすることで、相手を惑わすための手段として用いられる。トップ選手を中心に使用者が多い。 日本から1950年代から1970年代には日本は世界のトップクラスであった。日本式ペンの豪快なフォアハンドを武器に過去シングルスの世界チャンピオンを男女計13人排出している。しかし80年代以降はシェイクハンドの普及でプレイスタイルの変更を余儀なくされ、それに伴う世代交代の失敗等により長い間停滞が続いていた。 2000年代以降は日本卓球協会主導の強化方針が実を結び、女子が世界選手権団体で5大会連続銅メダル。2014年と2016年には銀メダルを獲得し、五輪では2012年が団体で銀メダル。リオデジャネイロオリンピックは団体で銅メダルを獲得した。また個人では2017年のアジア選手権で、 平野美宇が3人の中国選手を破って優勝し、2017年の世界選手権で平野美宇が48年ぶりに女子シングルスで銅メダルを獲得。男子においても2005年世界ジュニア選手権団体戦で優勝、2008年以降の世界卓球選手権団体で4大会連続で銅メダル、2016年は銀メダルを獲得し、 リオデジャネイロオリンピックでは男子団体で銀メダル、男子シングルスで水谷純が銅メダルを獲得するなど復調した。2019年12月、元卓球選手で日本卓球協会名誉副会長の木村沖春が全日本テコンドー協会の会長に就任した。中華人民共和国世界最大の卓球大国。歴史的に 前人速攻を軸とした大乗卓球を得意とし、かつては表ソフトを使用する選手が多かったが、近年では粘着系ラバーを使用する選手が圧倒的に多い。男子、女子いずれも選手層が厚く、行き場のなくなった競合選手が数多く海外に流出し、結果的に世界中に帰化選手を送り込んでいる。2008年の北京オリンピックでは男女個人で 表彰台を独占したり、団体では男女共に金メダルを獲得している。2019年にラリーズが報じたところによると、選手が小学校くらいから学校に行かず一年中卓球に打ち込んでナショナルチームを目指すというシステムが競合卓球選手を排出しているという。香港大国としては中国の一部だが、卓球の国際試合には地域として参加する。 当然ながら中国と似たプレースタイルの選手が多い。代表選手のほとんどが中国の帰化選手。大韓民国フットワークを生かしたダイナミックなプレイをする選手が多い。ソウルオリンピックアテネオリンピックでは男子単の金メダルを獲得。朝鮮民主主義人民共和国男子は韓国の選手と比べてストイックなプレイを得意としており、女子は粒高や、 表ソフトを使った異質選手が多い。2002年のアジア競技大会の決勝で中国を破ったり、アテネ五輪ではキム・ヒャンミが中国系選手を倒して銀メダルを獲得したり、2016年の世界卓球選手権団体で女子が銅メダルを獲得すると強い面を見せることもある。リオデジャネイロオリンピックではキム・ソン・イがシングルスで銅メダルを獲得した。 台湾、日本、韓国に近いプレースタイルの選手が多い。中国ほどの強さはないが、ランク上位に顔を出すことがある。シンガポール代表選手は中国の帰化選手が多く、プレースタイルも中国と類似している。女子は2008年世界選手権と2008年北京オリンピックの団体でいずれも銀メダルを獲得しており、2010年の 世界選手権では中国を破り金メダルを獲得した。ドイツ卓球のプロリーグがあり、男子では世界中から有力な選手が集まっている。男子は2008年北京オリンピック団体で銀メダルを獲得、2012年ドンドンオリンピック団体で銀メダルを獲得、2016年リオデジャネイロオリンピック団体で銅メダルを獲得、女子においても2016年の リオデジャネイロオリンピックで団体銀メダルを獲得するなどヨーロッパでは強豪国である。スウェーデンから1980年代後半から1990年代にかけてスウェーデンは男子の卓球の頂点を占めていた。最近はまた復活してきており2018年の世界選手権団体戦で銅メダル2019年の世界選手権個人戦でシングルスで 銀メダルを獲得している。フランス卓球のプロリーグがあり、かつてはヨーロッパではドイツ、スウェーデンと並ぶ競合国。しかし、世代交代の失敗により2000年代までは低迷していた。近年は若手が出てくるようになり、今後が楽しみである。イングランド、イギリスの一部であるが、卓球の国際試合には地域として参加する。島国でかつ過去に、 香港を統治した歴史的背景から他のヨーロッパ諸国とは異なるプレースタイルの選手が多い。長らくは低迷が続いていたが、男子は2016年の世界卓球選手権大会で銅メダルを獲得。ロシア卓球のプロリーグがあり、男子では世界中から有力な選手が集まっている。また、そこで若手が育っており、今後が楽しみである。 オーストリア世界選手権団体戦では近年、ほとんど決勝トーナメントに進出しており、安定した強さを誇っている。2003年の世界選手権個人戦では、ベルナーシュラガーがシングルスで金メダルを獲得した。ヨーロッパ諸国スウェーデン、ドイツ、フランス以外のヨーロッパの様々な国においても、卓球は盛んである。 比較的小国が多いため世代交代による浮き沈みが激しいが有力選手がいる国では国際大会において好成績を残すことがある。北アメリカ上日の国々ほど盛んとは言えないが中国の帰化選手が代表になってレベルの底上げがなされている。ブラジル、リオデジャネイロオリンピック以降卓球が盛んになってきており2018年の世界選手権団体戦では 初のベスト8に入った一般的にアジアとヨーロッパで盛んだが、前述したように中国の帰化選手が世界各地に散っているため中国人の代表選手が多い国もある。ラージボール卓球は一般的な卓球で使われているボールよりも大きなボールを使って行われる卓球競技である。公式卓球との主な違いはなどである。日本卓球協会が 卓球の普及を目的として考案、ルール、用具規格等を1988年に制定した。ボールが大きく空気抵抗の影響が増大するため、ボールの速度、回転量が従来の卓球よりも減り、ラリーが続きやすくなるなどの特徴がある。日本では、高齢者でも手軽にできる生涯スポーツとして、主に中高年に人気があり、多くの大会が開催されている。 スリッパ卓球では、ラージボールの大きな黄色いボールが使用される。リュースでも1ゲーム13点までで決着がつく。最大ゲーム3ゲームマッチ。山口市で行われた温泉卓球では、元日本生命に在籍していた選手が優勝し、新聞市場に大きく取り上げ話題になった。日本にて、初めて卓球が伝来したのは、1902年に、 東京高等師範学校の坪井玄道がイギリスから卓球用具を持ち帰ったのが最初とされる。そこからしばらくの間は日本独自の用具とルールの発展があり、初の卓球統括機関として大日本卓球協会が創立された1921年頃は軟式卓球にて競技が行われていた。公式卓球との主な違いはなどである。 ラージボール卓球の普及や公式卓球のルール変更に伴い日本独自の軟式卓球は2001年度を最後に幕を閉じた。卓球は他のスポーツと比べゲームをプレイする条件を満たすことが容易なため老若男女問わず親しみやすく実践的障害スポーツとして広く日本人に愛されている。しかし卓球部員はいわゆるジョックではなくナードとして扱われることが 一般的であるが、北米やヨーロッパでは、このような偏見はないただし、欧米でも、前日のように、中国人をはじめとした黄色人種に、人気のあるスポーツであるというイメージは、ある1993年に漫画、池、稲中卓球部が、ベストセラー、ほぼ同時期に、福原愛が、天才卓球少女として、脚光を浴び、2002年に、映画、 ピンポンが上映されて以降、ブームが若者の間にも広まった。服装を問わず、力のない女性や子供でもできること、怪我の心配も少ないことから気軽に遊ぶことができるスポーツの一つである。ありがとうございます。